こんにちは。こんにちは。今回はこの業務用たい焼き器を使って、はい、こちらですね、焼きおにぎりを作ります。焼きおにぎり、なるほどね。普通に白飯で、はい、焼きおにぎり作るのと、はいはい、前回キムが作っためっちゃ美味しいコテッチャーハン、コテッチャーハン、これをあえて残してもらってるので、はい、2種類作ります。はい、はい、じゃあキムここに作ってよ。はい、はい、OK。 これコテッチャーハン、ちょっとこう、いや、もう これ意外とね、膨らんだらアウトよね。米はまあそうか、あ確かに ちっちゃくなるかもしれないね。ってだけんって両方に置いたらそう、あできんのかな。両方に置くつもりよ。カパっていくかな。カパっていくよ。いくね。まあ僕が今期待してるのはコテッチャーハンですけども、絶対うまいよねマジうまかったっちゃん、コテッチャーハン。弁当いいですね、表面が。あ、でもわざと焦げを作る感じじゃないのかな。お焦げでパリパリっと、パリっと、いや美味しいだろう。居酒屋さんとかの焼きおにぎりは大体もう醤油みりん半々ぐらいで、あそんな感じ。ぬる、うんうん、これ焼肉のタレ準備したんだ。いいと思う。いや美味しいと思う。だって大体バーベキューとかね、そう大体そんな感じ。2色？ちょっと離れてる。2色ね。あるかもしれない。2色？2色行ってみようか。キムここの奥に。でこのこんだけでいいか。ちょっと焦げそうね、これ以上作るよ、ね、ちょっと。2色っていいな。ちょっと笑わせて。あんね、YouTuber では、ね、常識に気づいちゃいかんという。米の2種類。楽しそうだね、で、すませんという感じで YouTuber って。一方は味付いてなくて、一方は。YouTuber はね、アホがしよる職業やけどね。味がどうのこうのって気づいちゃいかんという。見た目ね、見た目。だいたい YouTuber 見渡して、にアホそうやろ。アホしかおらへんが。うん、だけやっぱね。社会の落ちぶれなのかな。そうそう。アホである方が、やっぱり。ユーチューバーとしては大切です。頭が良かったらできんけどね。そうそう。いける、もういくよ。いいよ、はい。パン。おい、ナイス。いい感じ。いけたね。いけた。おこげができるぐらいちょっとやりたいな。うん、でもクロワッサンたい焼きめっちゃ美味しかったです。美味しかった。あれね、俺も後でもらったけど、あれうまかったね。うまい。あれうまかった。表面が飴になった。うん。あれどうしたの？パンの生地？いや。パイシート、パイシートで味付けはめっちゃ味美味しかったけど、カスタード、あでも砂糖まぶした、表面に卵塗って砂糖バター、へえー、めちゃくちゃ美味しかった。あれ伸びちゃった動画も、おいいね、めっちゃ美味しかったもん。おお、あほらほら、ちょっとカメラも見せよ、こっちはこっちはこっちは、こっち大丈夫かな、ほらほら、おおほら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 、パイ焼きや。2色やったかそれ。もうちょっと焼肉のタレ塗ります。はい、でも2色って言っても噛んだらね、もうごちゃごちゃってね、薄い焼き飯になってしまうね気づいちゃいかんよそこは誰が考えたんですか。視聴者さんじゃないかなコメントで見て、確か自分で思いついたとかな、コメント見たとかな。はい、さらに焼いていこう、うん、さあそろそろいいと思います、はい、開けてみます、はい、おーおおえすげえいい感じやん。これどうやってね取ればいいの。反対は反対、反対も見ようか。おいいよこれ、いいね。もうちょいちょいおらおお上手だ。違う違う、何をしてさあ、香りもろ焼きおにぎり、ああこれコテッチャンついとっけよ、多分具材が入っとるけどね、コテッチャンの部分が、あー無理だ、あ厳しいね、いやもうあ厳しいね、あー崩れた
できましたー、はい、たい焼き焼きおにぎりです。気づいた、はい、冷えたこてっちゃんちゃんがちょっと温められた。そうそうそう、だけあのね、そしてね、やっぱ具材入ってたらこうなるね。まあね、まあまあ、だけ普通にご飯だけでやるのが正解で、じゃあの、まあ、食べましょうか。水分を飛ばすっていうのが、いただきます。おこげがあるところを、うん、サクサクいいよ、うん、うまい、味がうまっ。じゃあさっきね、ポテチャーハン食べたけんやろね、もう、あーあーすごい、普通の焼きおにぎり、あの塩混ぜてこう米、うん、下味付けとったらめっちゃ美味しいかも。あーなるほどね、めっちゃ美味しいやん。普通に焼きおにぎりって濃い味に慣れとって、うん、普通の焼きおにぎりよ。もっこね、うん、べちゃべちゃ大好き。俺あの、ね、焼きおにぎり2、3回育てるじゃないですか。うん、タレつけてやって、うんうん、追いだれして、うん、あ、これ普通の焼きおにぎり。普通にお店で、あの、うん、でもお店のよりパリパリ感がある、うんうん、パリフワ感が、これちょっと思ったのがさ、うん、自宅にも1個2個のさ、安いたい焼き器あるやん、うんうん、あれで焼きおにぎり作って子供のお弁当とかに入れたら喜ぶんじゃない、うん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 、ね、ああ確かに、ホットサンドとかもなんかできる、ね、そうね、うんうん、ホットサンド焼きおにぎりとか、うんうん、ホットサンドたい焼き、ホットサンド、ホットサンド焼きおにぎり、うん、なんて言うよ。じゃあ普通に、うん、一般的な普通の焼きおにぎりにはなってるけん、あとはね、うん、の好みによって味付けとか変えて作って、あ、これもね、パリってなってる、ね、うん、うまいうまい、うん、パリってなってる。じゃあお弁当にでも入れたらいいんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで、はい、業務用たい焼き器で焼きおにぎりでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいし、はい。Thank you.